さて、ユールとね、その、クリスマスの違いっていう名前が出てきよった。さっきした。ユールとね、クリスマスの違いですけどね。ユールっていうのはギャルマシンはエッダ。メタヒニンのね、エッダに書かれてあるような、の内容かな。まあ、宿り木と、もみ、まあまあ、もみいうか、針葉樹。ですね、針葉樹と宿り木が交代するちょっとね。針葉樹の、まあ、ドイツでは、まあ、例えば端的に、もみの木と、ヒイラギが交代する。それがクリスマスである。まあ、ユールってそういう儀式であると。で、そのもみの木の方がね、まあ、オーディンの類型なんですよ。まあ、おつしいうかね。で、ヤドリギのその、ヒイラギの方がフリッグの類型なんですよね。オーディンとフリッグの夫婦が一年を交代で、見張ったっていう、その意味なの。もともとね。まあ、夫婦で責任分担をね、おつじ家のオーディン、藤原家のフリッグの間でね、責任分担を一年でね、交代がね、半分ずつね、面倒見たいうことなんですよ、子供たちの。育児に関することね、実は。だから、オーディンで、イクメンやねん、実はね。一年の半分は、オーディンが子育てしてくれるね。まあ、それがユールなんですけどね。でユールって、まあ、家の中の、その、しきたりみたいな意味、実は。もともとね、ユールっていうのはね。イールいうかね、イオルとかね、ああ、イオル、イオルしかない。家におる、ユール。家の起きてのこと言うるっていうね。家の中のね。それが拡大し、別にしてないでしょ、言うる、別に。ところがクリスマスになった時点で拡大しちゃった。でクリスマスっていうのはね、もともとね、そのさっきツイッターでね、書いたり、言うたり書いたりしてるね。チキン、鶏肉のことだけどね。鶏肉型インポイスの儀式。つまり、あんたらが語源やね、クリスマスのね。語源いうかな、起こりやね。つまり、鶏肉型のインポイス儀式を行えって命令してん、昔。で、キリスト教が作られたわけ。で、ユールの儀式を貸した言うてもね。で、ゲルマンの英雄の名前を貸した。それが、ジークーリード。まあ、ジークーリード。このゲルマンの将軍の名前を貸した。しかし、そのジーザスクライスト、イエスキリスト、チュール類型は鶏肉型のインポイス。その儀式にすり替わった。それはドイツでもなんか逆輸入しちゃった。フリーメイソンみんな知ってる話ね。で、ドイツの選挙ってフリーメイソンがね、選挙前にね、フリーメイソン会員にはね、そのカードが届きますね、グリーティングカードがね。でそこにフリーメイソンの指令が書いてあります。誰に、どこに投票しろっていうのはね。そりゃそうやね。何党の党員であっても、何党の支持者であっても、フリーメイソンやったらそれが届く。次はどの党の誰に入れろって。でドイツ人の、まあ、8割近くフリーメイソンの会員です。じゃあ、政党とかでそんなさ、何とか。スポイルしてるやんちゅうか、カムフラージュ、ドイツの民主主義って。結局フリーメイソン、ドイツ国民の 80% 近いフリーメイソンが全部決めてるんですか、じゃあ。じゃあ議会なんか、選挙とか演技かなの、ドイツって。ってなるよね。ちょっとそれ言うね。ドイツってやつな。ドイツってやつは。まあ、それは置いといて、しゃあないから、それはもう。そういう国やから、もっと。すごく上位ともしゃあないよ。ドイツ人ちゃうし、みんな。うちかと言わへんすごく上。今、ドイツ人ちゃうし、今はな。ね。で、まあ、そういうわけで、まあ、ユールとクリスマスの名前を2つ合わせ持つね、チャノジュリっていう人物とね、結婚したけど。なんじゃそれやろ。全然違うものなのにさ。まあ、ジェリーっていうか、フランツオットって言うべきかな。まあ、その、バビロニア時代はね、無敵王ベルディン、まあ、どっちの、まあ、元の姿か、あの二人の、
あのお二人が一人だった時、無敵王ヴェルディンっていうオーディンのチャコナンがおって失われた長男、後にヴァンダル族というふうになった。つまりヴェルディンはヴァンダル族を率いてたわけです。まあ、ね、でまあそれはまあ置いといて、その話はね、結局まあイタリアの方にね、そのヴェルディン、ヴェルディっていう名前が残ったわけね、緑っていうのね。でまあそれの話じゃなくて、今はね、クリスマスのがね、クライスマス、クライスマスで、それは後にね、自動車メーカークライスラーっていう形にもなった、ね、クライスっていうかね、あのクラ、クラカラ、カルカルっていうのは長男って意味です。カルデモソ、長男の国って意味だけどね。ディアはまあ、女神系だけどね。だから長男が統治している女神国っていう意味だね、カルディアっていうのはね。カルの御子って長男の、あの、なんていうの、親王のうちね、長男って意味ですわ。カルの御子っていうのはね。まあ、王子の中で長男のことをカルの御子って言うんですよ。こういう夢しちゃうね、カルの御子っていうのは。東宮って今言うかな。東宮のことは昔はカルの御子って言っとって。ね、じゃあ、クリスマスのクリっていうのは、まあ、長男って意味がある。カジって言い方もあるよ、長男のこと。カジを取れっていうね。カジ取りは長男、船のね。っていう役割があった、船の時代はね。まあ、それはそれとしまして、あ、カジ先輩シュタっていうのはね、あの江口久志先生のね、漫画によく出てくるキャラクターね、あの岸田さんに似た雰囲気のね。で、まあだから、クライスマス。蔵の中で椅子に座って、で、ダダーと泣いてんねん。クリスマスの日に。それがクリスマスの儀式。誰がって、イエス・キリストが。そしてイエス・キリスト類型が。誰も来えへんって泣いてんねん。嫁来えへんって泣いてんねん。もちろん自動車の中でも泣いてんねん。クライスラーが。自動車の中でも泣くからあいつらはって言ったわけ。でも、ヨハネ黙示録読んでみ。キリストのね、おる場所にね、花芽がね、こんにちはーって、来るって全然書いてないやん。もちろん、ジードのね、文学作品にも書いてんけど。もちろん、カフカの文学作品にも書いてんよ。ね、ドラえもんっていうね、その、世界最高の漫画にも書いてない、そのシーンは。